ポケモンソルジャーの切ないです。 A0 です。今回は質問コーナーということで、ポケソルの質問箱に寄せられた質問に返していこうと思います。ポケモンに関するありとあらゆる質問、お題、お悩み相談に対して約10年以上のポケモン対戦経験をまず私たちが責任を持って全て答えていきます。ポケモン対戦をガチで頑張る皆さんの手助けになればと思います。ということで今回の質問を読みます。はい。ポケスペのレッドの手持ちにはブースター、シャワーズ、サンダースに何度でも自由に進化できる EV がいます。もしこの EV が対戦でも使えたらどのくらいヤバいと思いますか？技は漫画での描写を見る限りそれぞれ個別扱いになっていると思われます。全く知らなかった。そんなのいるんだね。図書館で読んだことあるけど全部通して読んだことはないな。1ページも読んだことないかもしれないんだけど、なんかまあ切り抜きとかでツイッター上がってるようなのをまあ見たことないわけじゃないけど、本をポケスペの漫画自体をもっと読んだこと一回もないの。知らない人のために説明すると、ポケスペっていうのは小学4年生コロコロ一番などで連載されていて、現在もサンデーウェブリで連載されているポケモン漫画のポケモンスペシャルのことで、アニメとは違ったオリジナルストーリーが描かれた作品らしいです。今もやってるんだね。ね、全然知らなかった。そうなんだ。ってことはもう10年20年ぐらい続いてるってことそうだよね。すごいね。質問にもある通り、ポケスペにはどうやらブースター、シャワーズ、サンダースに自由に変化できる改造された EV が登場するらしいので、今回この EV がゲーム本編に登場したらどう使われるのか考えていきたいと思います。はい。まずこの EV の設定について確認していきたいんですけど、質問箱にある通り技は各個体ごとに設定できるらしい。だから EV の技4つ、シャワーズ、サンダース、ブースターも全員4つだから合計16個技考えられるってことだよね。持ち物も持たせれるっていうことでいいのかな。これはなんか漫画内だと進化の石使って進化でっていう感じならしいんだけど、持ち物進化石固定はさすがに違うよな。で、持ち物は全ての EV が自由に持てるわけではなくて、 EV に持たせた持ち物をみんなで共有する感じで、うん、技は16個だけど持てる持ち物は1個で、努力値配分は固定。一応同じポケモンだったわけだから変わったら変だもんね。実際にポケモン進化させる時も努力値は引き継ぐから、それと同じと考えたら、うんうん、まあ、EV に振った努力値をブースター、サンダース、シャワーズに進化するときに全て引き継ぐということで。そうね。シャワーズとサンダースは特攻が高いからまあ一緒でもいいけど、ブースターはできれば攻撃高い方がまあいいかなっていうパターンも多そうだから、配分ちょっと考える必要はありそうだね。特性は通常特性か夢特性、どちらかしか選べない。まあ、EV 適応力だったら、まあ、サンダースは蓄電だし、シャワーズは貯水だしみたいな感じだけど、早足サンダース使いたいとかになった場合は EV は危険予知で使えってことだね。変身するのはターンの最初、メガ進化とかと同じタイミングでいいのかな。技を打つ直前にフォルムが変わるから、解放者を打ちたい時はブースターになるみたいな感じか。ダイマックスボタンが3つあるみたいなことだよね多分。ああ、なるほど。うん。この EV をフォルムチェンジさせて、例えばシャワーズにしたとして、そのシャワーズを引っ込めたらフォルムは元に戻るのか、姿は EV に戻るのか、それとも進化したシャワーズのままなのか。 EV に戻るとしたら、 EV は後出しするっていう展開ほとんどない。ゴーストタイプの技に後出しするぐらいしかできないから、せっかく進化の3パターンもあって耐性も増えてるわけだから、サイクルちょっと参加させたいなーっていう風にも思うし、引っ込めた時に進化のままでいいんじゃない。 EV を引っ込めちゃったら別のポケモンが倒れるまで EV を場に出せないっていうのはちょっと寂しい気がする。うんうん。まあフォルムは交代させてもそのままということで、この EV が対戦環境が活発になってきた第5世代以降、それぞれの世代でどんな活躍をしそうか考えていきたいんですけど、まず第5世代にこの EV が来たらどうなるか。まず大前提として5世代と6世代はメガ進化したターンの素早さっていうのがメガ進化前の値を参照してるから、まあ、それが多分この EV にも同じことが起きそうだなっていうところで、 EV 出してサンダースになって殴るっていう時も S は一旦目は EV のままで判断されるって感じでいいかな。それを逆手にとってサンダースの状態でブースターにフォルムチェンジすれば、そのターンだけ素早さ130族の速さで行動できると。ブースターが S130 族になって、まあ、解放者撃ってくるみたいなことがまあできるわけだ。その逆もしかりだから、サンダースの素早さで動きたいのにフォルムチェンジ前はブースターだからめっちゃ遅いみたいな、まあ、損することも得することもあるだろうけど、まあ、使いやすくはないよねやっぱりただそのデメリットが生じる隙は、守る採用すればある程度なんとかなるから、守るをうまく使う感じになるのかな。そうね、守るは大事そうだね。サンダース進化守る、 S 高いところからどう動くかみたいなのは結構大きそう。サンダース、シャワーズ、ブースター、もちろんみんなタイプ違うからさ、それぞれに強いポケモンがいてさ、まとめて相手できるっていうのは当然このポケモンの強いとこなんだけど、
サンダースが炎技も水技も氷技も打てるって考えたら、まあ普通にある程度は強いかなっていう気もするけど、うん、サンダースになったら出てきて、その後じゃあ火炎放射でって言ってできるわけだからね。普通に考えて技スペ16個あるわけだから、ね、めちゃくちゃ強い。まあちょっとイーブイは実質ないけどね。まあまあまあ、12個はあると考えていいのかな。5世代最強ポケモンとしてやっぱりラティオスが上がると思うんだけど、ラティオスさ、サンダースにもブースターにもシャワーズにも強いじゃん。強いね。普通にだから普通にラティオス投げられると、まあ何の技を押されたとしても、まあ、不利な展開だなってのあると思うんだけど、 S130 のサンダースに火炎玉持たせてブースターにフォルムチェンジさせて空元気打つとさ、 S130 から根性空元気でラディワンパンできるの面白くね。強いね。強いかはちょっと怪しいけど、でもブースターの根性って夢特性だから使うとしたらイーブ夢特性なんだけど、サンダースの早足も火炎玉で使えるから、めっちゃ速くてめっちゃ火力あるブースター誕生できるよ。まあそうだ、一旦限りだけど。でも空元気打った後もう一回守るサンダースして、もう一回速くしてまた空元気みたいなできる。まあまあまあでもこの5世代当時は火傷のダメージが HP の8分の1でめっちゃ痛いからそれ繰り返してるだけでブースター倒れちゃうけど、早足 S130 族の 1.5 倍の素早さから A130 族の 1.5 倍の空元気なりフレアドライブなり打てるってのはまあ面白くはある。第5世代当時ブースターにフレアドライブないけどね。ほんまや。じゃあダメだ、空元気打つしかないわ。さっき進化したまま手持ちに戻るっていうようにしたと思うんだけど、うん、フリータイミング作った時にさ、相手のパーティーの裏にいそうなポケモンに後出ししたいなーみたいなのを考えて、進化守るだけしといて引くみたいな択できそうじゃん。相手にキングドラがいるから水技怖いからシャワーズに進化だけしといて交代しとくみたいな。その守る読みで積み技されたりみたいなことが起こったら、まあ、最悪ではあるんだけど、うん、まあ、そういうことをしとくことで、まあ、夢の方はちょっと怪しいけど、通常特性の方だったら、まあ、無効にするのもうまく活かせるパターンはありそうだね。これ5世代だけの話じゃなくて、まあ、他の世代でもそうだと思うけど、第5世代だと面白そうだけど、なんかあんまりパッとはしないような。採用するのもいいし、まあ採用しなくてもまあわかる。あくびが強い世代だから何かしら使うことはできるでしょう。次が6世代。まあ6世代もあんまり5世代とは変わんないのかなって思ってて、やること自体は。まあ技は特別増えたわけでもなく。そういうこと、フレアドライブぐらい。強いポケモンが他に増えただけ。ガルーラとかゲンガーとか最強のメガ進化組には、まあどのポケモンを使ったとしても、まあ、全然強くないから、そこはどうなんだろうってのあるけど、メガ進化じゃなくて一般で強いポケモンたち、まあボルトガブとか、スイ君とかにはまとめてある程度強いっていうのは、まあ、いいとこだよね。これに関してはブースターあんま関係ないんだけど、ブースターにチェンジすることはあんまりなさそうか。そうだね、まあ、サンダーシャワーズが両方苦手な草タイプ、まあ、ナットレとかに対して、まあ、ブースターが強いからそこの後出しを許さないっていうためにブースターがいるって感じだ。特別強化されたわけでもなくて、メガ進化の圧倒的主導地がきつすぎるため5世代よりは活躍しなさそう。そうだね、これも結局アモールしといてボルトに出せるようにサンダースにしとこうみたいなのは起きると思うんだけど、スリオミメガゲンガーの身代わりされてみたいなことから結局めんどくさいことも起きるし、まあタクは変わらないね。まあ、結局守る覚えさせるのはほぼ確定かなっていうふうに思うけど、ね、次が一旦第7世代を飛ばして第8世代に EV が来たらどうなるか。でも8世代は5世代6世代と違って進化したターンそのままそのポケモンの素早さを使うことになるから、サンダースになった瞬間に S130、 ブースターになった瞬間に S65 っていうところで使いやすくはなってるのかな。一応さっき言ってたサンダースからブースターになった瞬間だけ130族でブースターが行動できるっていうのはなくなるけど、うん、サンダースは守るを採用しなくてもそのターンから早いから得してそう。そうだね、まあやることとしては、まあ、結局あくびなのかなっていう気はしちゃうんだけど、ダイマックスしてもあんまり強くなさそう。そうだね、いやなんかまださサンダースはいいんだけどさ、ブースターとさシャワーズなんかダイパー打った後ダイストリーム打たなきゃってなんのすごい嫌じゃない。まあそれはどうしようもないけども、ちょっと悲しいポイントかも。基本的にはサンダーにあくび打つか、ランドだったらシャワーズにして効果なりレビなり水技なり打つかみたいな、うん、そんな感じで普通に有利なポケモンにして殴る、ダイマにあくびするみたいな、そんな感じだよ。素早さに努力値振ってたらランドロスのダイジェットでシャワーズも倒されそうだから、耐久に振るしかなさそうな気がする。そうだね、130族生かして最速みたいなことは必要ないんじゃないかな。うん、第8世代
も特別めちゃくちゃ強い使い方があるわけでもなく、自分たちにダイマックス適性がなくて向こうだけダイマックスしてきたら結構押し切られそうだから、まあ、大活躍というわけにはいかないかも。単体で使われるかって言われると、まあ、どれも全然使われてないけど、まあ、3体集まった時に、まあ、やっと活躍はできるかなぐらいの評価はしてあげてもいいかなっていうぐらいだ。最後に第7世代についてなんですけど、そもそも第7世代の EV は専用の Z 技があって、これがめちゃめちゃ強いんだよね。元々のとっておきは攻撃技なんだけど、 EVZ で使うことで変化技になって、 ABCDS 2段階アップっていうマジでぶっ壊れてる技になるんだけど、この技のおかげで7世代 EV 多少使われてたからね。7世代の EV だと積んだ後バトンするしかなかったんだけど、この自由に進化先選べる EV だったら積んだ後にブースター、シャワーズ、サンダースいずれかで殴ることができるから、単体で活躍できるよね。炎、水、電気、タイプ1で打てて、 C も A もまあそこそこ高くて、一応進化後みんな525族だからね。こんなポケモンが能力全2段階アップはさすがにやばいから。で、範囲も炎、水、電気で、まあメザパも含めたらまあ全タイプとも言えるし、 EV と違って高い特攻からのアシストパワーもあるから、 EV に対してミミッキュで呪いされてみたいなことがあったとしても、そっからもう普通にただサンダースでアシストパワー連打するだけで勝っちゃうみたいなことは起きそうだよね。カバルドンの吹き飛ばしとかもめんどくさかったんだけど、シャワーズでネット打てばどう考えてもワンパンできるから、うん、てかそれこそ初手 EV こっち出して相手カバルドンだった時、相手のカバルドンどうするんっていう話もあるし、普通にシャワーズでこっちネットなりハイポンなり打ってるだけでも何も不利な展開じゃないからね。あと EV ってめちゃくちゃ出力値低いから、積んだとしてもそんなに速くなくて、例えばスカーフ神剣の聖なる剣とかで倒されたりするんだけど、それに対してサンダースにフォルムチェーンすれば10万ボルトで倒せるよ。7世代はメガ進化したターン、メガ進化後の S の主力値を使われるから、まあこの EV もそうって考えると S2 段階アップサンダースで EVZ 使った後動けるわけだから、まあ誰にも抜かれないよね、全部上からアシストパワー。なんなら別にサンダースでバトンしてもいいから。バトンしちゃダメっていうことはないし、ね、全然バトンしていい。ていうか火力ありすぎて耐久もありすぎて技スペ余りそうだし、シャワーズにもブースターにもバトンと足パイ入れとけっていう感じではある。今までの世代に比べたら明らかに強いね。桁違いっていうか壊れちゃうんじゃん。とりあえずみんな Z 技の枠は EV を採用して、うん、自分の EV をどうやって積ませるか、敵の EV をどうやって止めるかみたいな、うん、そういうゲームになっちゃいそう、まあ、EV 入ってない構築はもうめちゃめちゃ EV ガンメタしてっていう風に組まれると思うし、それに対してそれすらも貫通するように同期点作りしていくかみたいなのを考えていくようになるだろうから、マジで EV 中心ゲームになっちゃいそう。一旦思考停止で普通に壁張って EV で積むでもレートめっちゃ上がりそう敵もしてくるから。そうじゃないの。てかこれミラーどうなんだろうね、わけわかんない。最終的にもうサンダースにフォルムチェンジした後に同速ゲーするみたいな、バトン石込みでミラーどうやって勝つかっていうのは考える必要ありそうだな。こういう明らかな最強ポケモンが出るとミラー考えるのめっちゃしんどいから、うん、やめといた方がいいね。6世代のガルーラミラーとかは、まあ、なんか型の選択肢があってこれはこれに勝つとかがあったと思うんだけど、どっちかっていうとこの EV のミラーは早くバトンして強いのをもう一回押し付けた方が勝ちっていう、まあ、ガルーラのやることは猫魂グローパンチとかいろいろパターンあるけど、 EV はもうバトンか足パかみたいな結局積むのは一緒だからバトンするのと足パ打つのと突き上がるの打つのぐらいしか面白くはなさそう、うん、自分一人だけ使えるんだったら多分面白いそれはもう無双だね、余裕で無双しちゃいそうね。というわけでポケスペに登場するサンダース、シャワーズ、ブースターに自由に変化できる EV について考察していったんですけど、特に環境に影響を与えそうなのは第7世代、他はあんまり変わらなさそう。普通に使われるとは思うけど弱い月光がみたいな。ああまあ確かにそう、そんな感じだと思うんだよ、ね、EVZ さえなければ割と健全かもね。割とそんな悪くないバランスで対戦環境に来れそうな気はするけど、ゲスペの漫画では最終的にこの EV をエーフィーに進化させてこの自由に進化できるっていう能力を失って終わるらしい。3種類進化先選べる EV と普通のエーフィーだったらこの改造された EV の方が良くない？いやもう何倍も強い。なんで進化させたんだろう。改造じゃん実質こんなん、それがかわいそうだからっていうことなんかな。なんかどうやらあらすじを読むとなんか能力の負担を避けるためにエーフィーに進化させたらしい。戦闘マシーンにさせるのが良くないっていうことだね。でも対戦使うんだったら改造 EV 使います。はい、うん、絶対改造だね。 100% そっち使う。これからもためになる対戦動画、解説動画アップしてくれ、チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローお願いします。お願いします。